児島ベイサイドから国道10号線を上り、石橋記念公園、祇園ノ巣公園を経由し、日豊本線磯踏切付近までの風景写真92枚を紹介しています。桜島です。鹿児島の観光を代表するスポットです。現在南岳山頂の火山活動が活発です。この日も噴煙が見えていました。標高は1117メートルです。現在の噴火警報はレベル3で入山規制です。ここは浜町で桜島フェリーの北側にある港です。遊漁船など多くの小型船が停泊しています。正面遠くにアメリカの巡視船が共同訓練のため寄港していました。ここは石橋記念公園です。平成5年の八国水害で甲突川に架かっていた石橋のうち、新館橋、竹の橋の2つの石橋が流されてしまい、その後西田橋を歴史ある石橋として後世に残すため、平成12年4月25日に開園しています。西田橋は江戸時代、鶴丸城から九州街道へ至る島津藩参勤交代の道筋にあり、重要な役割がありました。また石橋五橋を作った岩永三五郎の技法が十分発揮された傑作と言われています。なお NHK 大河ドラマ篤姫ではロケも行われていました。西田橋の御門です。旅人は御門脇の番所で改めを受けて通行していたとされます。祇園ノ巣へ通じる橋の上から春日町側、桜島側を見たものです。ここは祇園ノ巣公園です。祇園ノ巣公園の西側にある八坂神社です。甲突川に架かる石橋五橋を作った人物、岩永三五郎は肥後の石膏で優れた土木技術で、薩摩滞在中10年間多くの土木事業を成し遂げています。祇園ノ巣公園には2つの石橋、高麗橋、玉江橋があります。これは高麗橋です。高麗橋は小石橋の中でも2番目に長い4面アーチの石橋でした。1863年、イギリス艦隊7隻が鹿児島に来航し、薩英戦争が起こりました。玉江橋です。一番上流にあった玉江橋は最後に作られた4面アーチの石橋でした。
作りがやや粗末なことから実用橋として利用されていました。祇園の巣西口の手前にある橋の上から撮影したものです。琉球船の目印松です。桜島がきれいに見えるスポットです。磯海水浴場です。オフシーズンですので静かな浜です。ここはジャンボ餅通りです。14年ぶりにジャンボ餅を楽しみました。柔らかくてとても美味しかったです。磯天神菅原神社です。14年ぶりに参拝しました。日豊本線磯踏切です。タイミングよく電車が通過しました。ここは造船所跡です。日本最初の軍艦は薩摩で作られました。ここは鹿児島紡績所跡です。イギリス製の蒸気機関と紡績機械を輸入して使った工場跡です。桜島で終了です。